大野恒太郎は、日本の検察官、弁護士、実業家。法務事務次官、東京高等検察庁、検事長、検事総長等を歴任。また、四取締役検示名委員、小松製作所や伊藤忠商事の監査役を務める。東京都生まれ。1970年、東京都立富士高等学校卒業。1974年、東京大学法学部卒業。 司法収集。1976年検事任官、東京地方検察庁検事。ハーバード大学留学を経て、1982年法務省、刑事局付け、1987年大阪地方、検察庁検事、1989年東京地方、検察庁検事、1994年法務省、刑事局参事官、1996年法務省、 大臣官房参事官、1998年法務省、刑事局総務課長、2000年東京地方、検察庁総務部長、2001年内閣、官房司法制度改革推進本部事務局実長、2004年、宇都宮地方検察庁検事制、2005年最高検察庁総務部長、2007年法務省、刑事局長、 2009年法務事務時間等を経て、2011年8月、仙台高等検察庁検事長。2012年7月20日より、東京高等検察庁検事長。2014年7月18日、検事総長。2016年11月弁護士登録、森、浜田松本法律事務所客員弁護士。2017年4取締役、小松製作所監査役。 伊藤中小事監査役、公益財団法人国際民商事法センター理事、長。2019年法務省検察官、適格審査会委員。ありがとうございます。